か。いよいよ日本海軍が。龍馬。は。お主にもう一つ頼みがある。何です？遺贈のこった。あいつを仲間から外すわけにはいかないかね。外して国元へ返すとか。先生、あいつにこれ以上もう一切りをやらすな。瑞山武智半平太、土佐勤王党の党首であり過激尊攘派志士の旗頭である。龍馬がわしに頼みに来たぜよ。おまんにもう一切りはさせんとってくれ。いいよ。一切りはもう嫌か。どうやって先生そんなこと言うかですか。わしは今まで一回だって。ほんならもう一人やってくれるか。どうやってそんな頼み方するかですか。やってくれが言うて急に水臭いじゃないか。やる言うてください。今までみたいにズバと言ったらわしはどんなやつだっち。勝林太郎をやってもらいたい。先生、わしはどういうか先生が好きじゃけに。ありがとうよ。すぐにやりたい。活動今度の登場日はいつだよ。よさこいを知ってるかい。え、歌ってみる。歌えよ。かしことよな、はりまやばおんさんかんざし顔を見たよさこいよさこい。あんたはどうしたい。
江戸に行け。京都にはもういるな。なして顔を出しておせつけんやったとですか。先生ひどい心配しとんなはったとです。ちょっと痩せなはったとじゃなかですか。皆さんひどいあなたば探しをなはったです。みんな神戸へ行ったがですか。ええ、あっちに海軍総連所のできる言って。豆はつまんでおせつけません。わしも神戸行きたかった。先生に以前勧めないときに、けんどわしはみんなとよう会わんけ。なして、なしてですか。それでどうした。それでどうしたよ。二条通りの神谷から土手まで追い立てられて離されたそうです。ところがどういう約束になっちゃったか、土佐藩京都藩邸の監察らが待ち構えちゃった。伊蔵が狂うたように叫んだそうです。わしが処置されて岡田伊蔵と名乗った時、藩では何と申された。そんなものは当家にはおらん、そう言うたじゃよ。ほんじゃけにわしは今虫蜘蛛に落とされた。自分は虫蜘蛛鉄道じゃ。わしは虫蜘蛛鉄道じゃ。どうしたい。元気がねえじゃねえか。何をそんなにしょげてるんだ。誰がどう思うと俺はしっかりお目を分かってる。龍馬も分かってる。それからお石さんも、おいとも、おいらの母上も、杉も、岩次郎も。川辺さん、この人は一体どこの人だよ。何を言っている。わしゃこの人に会ったこともないき。何を抜かす。このお方は軍艦奉行勝林太郎様、散々世話になっておきながら。幕臣がわしを世話するかよ。
ことを会うたことないし、時代は激しく動いている。文久3年8月18日、会津と薩摩がクーデターを起こし、尊攘派は京を追われた。だが、長州を中心とする在京の志士たちは巻き返しの機会を狙い、その夜も三条河原町の池田屋に集まっていた。秘密が守れますか。坂本を切ってくれんとかい。なんち言いやしたが、坂本を切ってくれんとかい。あん人はすごい男でごわす。ガンドン、あん人が今やろうとしていることは幕府の勢力を温存させるだけでごわす。それが倒幕運動を中途半端なもんにしまんそう。中村ドン。はい。秘密が守れますか。残念関東、坂本を切ってくいやい。いいかよ、わしらの目的は戦じゃない。新政府を作ることじゃ。戦はいつでもできるけんど、それは最後の手勢よ。坂本藩、おまん知らんの。薩長が急いで兵を集めとるのはなんぜよ。あないに強気なのはなんぜよ。ただの倒幕とは違うぜよ。密着じゃ。倒幕の密着が降りとるんじゃ。中岡、それはまっことか。けんど吉野武庫は大政奉還をした。その同じ10月14日に薩長に倒幕の密着が降りとるんじゃ。幕府が大政を奉還したら倒幕の大義名分がのうなる言うて、薩摩の大久保さんが骨を折ったらしい。大久保さんが。坂本は、今や慶喜公は俗臣なんじゃ。
事態はそこまで来とるぜよ。先生がご在宅ならお取り次ぎ願いたい。へえ、十津川の方ですか。名札を見せていただければお分かりのはずだ。ええ、少々お待ちを。十津川。へえ、誰だろう。この夜、風はいてつく寒さだった。龍馬はほとんど即死。
中岡は2日後の夕暮れ吹きの客となった。暗殺の下手人は新選組とも見回り組とも、また薩摩の手の者とも言われるが、今日に至るも依然謎である。龍馬いくつだったんだい。さあ、確か辰年だったから32。いや、3ですか。バカ野郎、せっかく女房もらったってのに子も作らねえで。大バカ野郎だ。これで本当の日本は50年、いや100年、いや永久にできねえかもしれねえよ。幕府も薩摩も土佐も長州も殺しやがって、64州みんな大馬鹿野郎だ。日本中が混乱のるつぼの中にある。徳川270年の社食を守らんとする砂漠派は戦闘準備に入り、大政奉還が名目だけのものであることを見抜いた薩長は倒幕の太平を京に進めていた。